我ながら上出来。足跡。なんだ。反逆者たち。矢のようにあなたを狙う。足が冷たい。抜き足。滑るわ。ゆっくりと。なんだ、見ない足跡だな。ここにいるのは分かってるんだ。茂みに隠れているのか。あれはなんだ、誰か隠れているのか。そこにいるのは分かってるんだ。早く動くのよ。話し直なんてバカバカバカ。多分こっちかな。お願いだからこの道にいて。わしゃに荷物取られたら市場へ向かってくれ。できるわよ、小刀さんはおやす。誰かいるのか。急げ。静かにして。酒が届けられぬぞ。動き続けて体を温めないと。はっ。向かっている。今行くわ。いい酒だ。もったいないな。ああ、こんなとこ。これには誰も抵抗。刀を休ませておこう。身を低くした方がよかろう。用心しよう、地面が滑りやすくなっておる。影様に使えるものどもと考えるか。うん、影様って誰？しまった。影なの？それが名前だ。人々を戦慄させ、上様への誠意を破壊せんとするものだ。用心してくれ。すぐに戦うことになるやもしれぬ。はい、お侍さん。後で取り戻すとするか。ああ、それで大丈夫だ。待つのって退屈。裏切り。そこにいよう。キツネが狩り中よ。雪の中じゃ遊べないでしょ。木は熟した。寒い。今へ。素敵なメロディー。ない。俺としたことが。誰かいるのか。出てこい。出てこいよ。静かにね。殺しちゃダメよ。猫の手。寒い場所だ。おとりは設置した。なんだ。一杯どうだ、友よ。立ち数ね。我らの足跡は隠れていよう。止まらない方がいいだろう。行かないの。我が命、慎重に上様に捧げようぞ。静かにね。動き続けて体を温めないと。
ちゃんと動くわね。滑り込める。この仕事を自然にこなせるのだな。誰かいるのか。いつも盗みをしていたのか。一人だったの、ずっとね。それで誰かが来て物の見方を教えてくれたの。物が盗んでって言ってるんだよ。ダメかな。どのようにそうなったかは気にはせぬ。大切なのはその才能をどう使うかであろう。誰の足跡だ。起きてよ。忍耐あるのみだ。うわ、寒い。楽しいわね。侍は寒さに我々を止められない。こそこそ足足。静かにして。早く動くのよ。今行くわ。狐が狩り中よ。そう。静かに。滑るわ。楽しいわね。蛇みたいに巻いてるわ。メロディー。暗闇に隠れているのは分かっている。私にもらってほしいって。ワナさん、起きてね。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。足跡、裏切り者ね。誰のだろう。見つけてやるからな。うまくいったわ。できるわよ。誰もいらないんでしょ。蛇みたいに巻いてるわ。嫌なサプライズでしょ。抜き足。あれはなんだ。我ながら変。なんだ。いるのは分かってるんだ。しし、鳥の声。あそこまで行けないな。もらうわね。ゆっくりと。早く動くのよ。なんだ、こんなとこに足跡が。任務を全うせねば。メロディー、行くわよ。何か見えるぞ。誰か侵入したのか。確認することもないな。
こそこそ誰か隠れているのか。気を散らしちゃいかん。茂みなんかカモフラージュにならないぞ。見つけてやるから。簡単ね。静かにね。見て、大きな輝くつらら、侍の頭の上に落ちたがってるみたい。あの音は紛らわしい風だ。でも可能かって。小刀はダメよ。今行くわ。はい、鍵は持ってるわ。急いで、お侍さんが心配する前に門を開けなきゃ。滑るわ。準備はどうなっている。こそこそ殺しちゃ。ネズミの歯。いきなり襲われたんだ。出てこい。動き続けて体を温めないと。我ながら上出来。準備はどうなっている。満足。小刀、これで倒れるわよ。見事だ。隼人殿がお主に可能性を見出したわけもわかる。ありがとう。では、共に次の手について話し合おう。死ぬにはちょうどいい日かもしれん。忍耐だ。失敗はせぬ。任務のためだ。よし。今日は風が池の中を前進。とても困る問題だ。上様のために。ああ酒だ。もったいないな。これには誰も抵抗できまい。ああ奴が瓶を持って。塔の柱など我が刀の敵ではない。この作戦がうまくいけば役人は見張りを送ってくるはず。止まらない方がいい。物音を立てずに動こう。裏切り者ね。静かにして。準備はどうなっている。手配いたします。拙者の役目は明確だ。失敗はせぬ。仕掛けがいっぱい。よく狙った。一刀はこの舞台も知恵と倒れる。たくましいお侍さん。打ち込む箇所を知るのみで十分だ。誰かいるのか。これが良い。嫌な風ね。ちゃんと動くわね。雲の巣に足を踏み入れるってね。共に戦うから強くなれる。何が起きておる。
行け、みんなで調べろ。これはしばらく忙しくなりそうだ。気をつけて、ユキ殿。はい。書類を盗む姿を見られない。悪い男は傷つけない。そこにいよう。おとりだ。おとりは設置した。準備いいわよ。いっぱい移動だ、友よ。いいな。後で取り戻すとするか。素敵なメロディー。何かいるのか。なんだ今、どうさしい風だろう。なんでもないぞ。鳥の声、キツネが狩り中よ。分かっている。私にもらってほしいって。ヒゲが凍っておる。足跡をどうにかするべきだ。そうだね。ゆっくりと。とても困る問題だ。満足いただける。そう、静かにね。どうなっている。満足いただける。よし、やったわ。次は急いで出るのよ。よくやった、ユキ殿。では急いで馬車へと向かおう。危険から解放してくれる。